じっとしてれば痛くない。結構災難だったね。めちゃめちゃ痛かったでしょ。あれ今中1だっけ。はい。あ、そうだよ。試合出れるはずだから、はい、ちょっと待って、先に動きをちょっとチェックするね。下に下げる。これは大丈夫。貼る感じは別にない。じゃあ今度は手のひらを上げて、こっち。あ、これは痛いんだ。あ、どこ痛い今。あ、そこが痛いんだ。でも折れたのってこっちだった。痛いのこっち。じゃあね、これは平気。平気。じゃあね、じゃあこれ唯一いたのがこれだ。ちょっとじゃあ両手さ、こうやってやってみて、いけるとこまで。そんなにでも触らないね。痛いのこっちなんだ。頭骨の骨折って言われた。覚えてない。いや、何も覚えてない。あ、何も覚えてない。いや、なんかレントゲン見せられて、ここが折れてるねって。どこ骨折したっていうよりも、骨がずれてたから、そっちの骨について詳しく言われて。あ、俺ずれてたんだ。その治すときは麻酔かけて。麻酔かけて、ウリウリウリさ。それ痛くなかった？それの方が痛くて、骨折したより。あ、本当に麻酔してても？あ、そうなんだ。麻酔してても痛いんだ。麻酔が痛い。あ、麻酔の注射が痛かった。治すときはちょっと痛いけど、うん、そこまでじゃなかった。引っ張って、グーって、こっち押さえられて。どこが折れたか覚えてる？自分で。ここは。本当に？ここじゃなくて、じゃあここだった。本当？なんか、ずれ方が同じじゃなくて、こっちにずれてて、それで、こう、普通さ、ここ折れた時って、なんかこういう風にずれんだよ。そうじゃなかった。重なっちゃって。違った？いや、なんか一本じゃなくて横の。あ、こうなってた。あ、本当に。じゃあちょっとそれを直して。折れ方が普通と違うのか、分かったのかな。なんか後ろから足引っ掛けられて、うん、引っ掛けられて倒れた時に、うん、前にこっち、こっちに倒れた。自分がやばいと思って回転して、うん、あー、回転してで、後ろ向きに倒れた時に、こうやって捕まえて、こっちについてるから、うん、あ、こういうふうに。ああ、なるほど。こうではないもんね。こうだよね。あ、なるほど。で、ちょっと特殊な力が加わっちゃったんだね、きっとね。でも折れたって思ったの？分かんなかった、別に。ただ痛いなって。折れた時は行かなかったの？いや、あ、行ってないです。まだ分かんなかった。え、本当に？冷やしてて、うん、なんか次の日も痛みがあったら今日行ってみたいな感じ。あ、そう。じゃあその当日は行かなかったんだ。すごい痛かったでしょ。いや、でもそんな、そこまでじゃなかった。でも骨が折れてずれてたとしたら見た目がなんか変じゃなかった？気がつかなかった。あ、そうなんだ。で、次の日に病院。なるほど。折れてるって聞いて逆にびっくりしたでしょ。4週間の間に3試合ぐらいあったのに、全部出れなくて。ああ、なるほど。でも多分ほら、4週間の間にその骨がくっついてると思うけど、筋力が落ちてるから、それも一応考えた方がいいかもね。普通にやるとまた筋肉も弱ってるからさ。練習はもちろんずっと休んでて、ギブスしてたの？ギブス2週間ぐらいしてて、うん、で2週間経ったらサポートに変わって。ああ、なるほど。じゃあでも順調に、うん、だったんだ、きっとね。どれぐらいのペースで病院に行ったの？1週間に1回。1週間に1回、うんうん、で毎回レントゲン取って。これ今押されていた痛みある？いや、大丈夫。後ろからってことはファルだった？そうだよね。中学生だとやっぱでかいもんね。大きいです。
たまたま相手が初心者の子で、うん、ファイルの仕方とかも分からずに、あ、なるほど、骨折しながら運動会も出てきて、本当に、はい、骨折してる状態で、はい、走る、走ったり、縄跳び飛んだりすごいね。それいつぐらい骨折してから？まだ1週間ぐらい。え、1週間で、はい、大丈夫だったのそれで、はい、ギブスしてる状態で、はい、あ、ギブスしてるから逆にあれだったのか。すごい。痛み強くなったりしなかったその時に、はい、ちょっと一回手のひら上にして、さっきよりはいい、最初の時より痛い。痛い。いつ取れたって言ったっけ、ギブス。あ、ギブスじゃなくて、そのさ、最後にやってたやつは。サポーター？今週の月曜っす。ああ、今週の月曜って昨日じゃない、うん、あ、もう取ってもいいよって。それまではなんかサポーターの時は、うん、サポーターになんか鉄の板みたいなのが、あ、入ってるやつをやってたんだ。そう、ニラと板を入れて、うん、滑りつけてました。どう？大丈夫。大丈夫。なんか引っ張られてる感じとかある？いや、そんなにない。手のひら下、これは？じゃあ大丈夫。大丈夫。手首って今やったけど、これと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 これ6通りあるのよ、動きは。だからそれをでも今やってる限りじゃ、そのなんだろう、可動制限みたいなのないから別にいいんだけど、その6通りの動きを使ってあげるといいんだけど、バスケの練習そのものがリハビリだけど、他にもボールを野球のボールみたいに投げたり、バットで打ったり、そういうのもリハビリになるの。こういろんな形で使う。ちょっとそれを後でやっていこうか、少しだけ。あとね、その骨折した場所って骨が折れたとくっつくんだけど、骨折した時ってそこだけじゃなくて、他のいろんな皮膚とか筋肉とかそういうところも傷んでるから、その治る時にぐちゃぐちゃってこうなんか治ってくる。だからそれをやっぱりほぐしていかないといけないから、だからこうやって積極的に動かしてたら筋力も回復させないといけないけど、その固まって治ってしていこうとしてるところをほどいていくというか、はい、そしたらね、起き上がって手首使って、よし、じゃああと5回、1、2、5、 OK。 そしたら次は早い、ちょっとあのもうちょい後ろからもっと、手首使って、体も使って。別に手首痛くないでしょ。はい、倒れるまで帰れない。怖い。惜しい急に当たんなくなったね。惜しいやばい。惜しい。おお、ナイス。ということで、こんな感じでいろんな使い方すれば、可動域とか戻ってくるから筋力。はい、疲れました。今日はじゃあこれぐらいで。